はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は信長の野望を革新、上杉景勝家康を討つ、続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオで、上杉景勝が関東へ乱入して、家康を、ね、追撃していくという仮想戦記をプレイしています。で、前回はですね、江戸に乱入、巨大城郭を持つ江戸城を攻略しました。今回はですね、さらに攻略を進めてですね、小田原城、ここの攻略を進めていきたいと思います。この小田原城もですね、まあ、江戸城に勝るとも劣らない大城郭を持つ巨郭ですね。防御力は同じ4万を誇ります。まあ、我々の持っている城に比べると圧倒的に強い防御力を持っている、まあ、そういう城ですね。で、ここまで順調にですね、まあ、豊臣恩顧の大名、西軍側と連携しながら攻略を進めてきているんですけども、まあ、あっさり来ているように見えて、実は試行錯誤をしてスタートはしててですね、まあ、初手で柏崎港を攻めたんですけども、最初は実はこの柴田城をね、攻めるっていうのを試してました。ただこの柴田城を攻めてる間に山形城から最上が援軍でやってきてですね、この攻略ができない。じゃあ先に山形城を攻略したらどうかと思って、山形城を攻略しにかかるとですね、初手でやる場合兵数が全く同じで、かつ兼次もまだ同士討ちとか覚えていない状態なんで、これも攻略ができないということで、本当に苦労しました。で、その結果ね、やっぱ柏崎港を攻めるとうまく回れないというのが分かって、柏崎港で攻めるところからスタートしたというところです。では今回の攻略に進んでいきましょう。まず結城城3万の兵が入ってるんですけども、これはうまくですね、佐竹を、まあ、抑えとして、配置できている、睨みを効かせているっていう状態になってますので、この結城城は放置して、冒頭お話した通りこの小田原城攻略を行っていきたいと思います。で、さらに外交交渉も活発化させてですね、いろんなところに徳川をね、攻めてもらう、まあ、そういう状況を作っていこうと思います。ではまずは江戸城の修復と、江戸を攻略した際に捕らえた敵武将、これの処遇を決めていきましょう。お、いい直孝がいるな。いい直孝はいい直政の次男で、確かその後まあ、嫡男を廃して結局この直孝がね、まあ、家督を継いだというようなことだったと思います。一応土用に応じるかどうかだけ見ていきましょうか。誰も応じないな。ん？内藤清成だけ兼次を送れば仕官してくれそうですね。残りは全員処刑しましょう。特に直孝なんてそこそこ強いですからね。あとできればね、志賀くんは残しておきたいところなので、もうちょっとの間残しておきたかったんですけど、相性も悪いので処断しましょう。伊達岡も処断、太田も処断。これで家康と徹底抗戦の構えを引き続き見せておきましょう。では城の修復からね、始めていきます。では小田原城攻略のために、まずは黒人衆の懐柔から始めていきましょう。東海の黒人衆、これ景勝自ら交渉に当たってもらいます。さらに相模の水軍衆には最上義明、これを当てて、味方になってもらえるよう交渉をしておきましょう。お金には割と余裕があるので、この後小田原城を攻略する際にはかなり時間がかかると思いますので、先にですね、兵糧を買い占めておきましょう。とにかく今兵糧をね、確保しておいて、長期戦に耐えられる体力をつけておきます。さらに風魔の忍者衆にも協定を結びに行きたいんですが、これを行うと関東の黒人衆との協定が無効化、これの方がきついな。
関東の黒人州との協定を残します。では外交の方に移りましょう。同盟、前田と同盟結ぶとですね、地理関係的には徳川に攻められて前田が一気に滅びて結果的に徳川を利することになりかねないので、これはやめましょう。秋田とは同盟を結びたい位置関係にありますね。ちょうど我々の北側に位置しています。まあ、これも伊達が抑えとして機能してくれれば、まあ、十分にね、防衛可能かなと思います。では妖精の方に移りましょう。佐竹には結城城の攻略を、浅野には駿府へ、石田にはそうだな、どっか攻めてもらえる上田城とか攻めてもらえるとありがたいな。豊臣は自ら兵を起こしてくれれば、まあ、それこそ徳川とね、互角ぐらいの兵力持ってますからね。動いてくれれば同じですけどね。では浅野長政には駿府城攻略を要請します。で、駿府城攻略してもらうと、駿府城のこの2万の兵が釘付けになるので、その間に小田原城、この大城郭の攻略に入りましょう。兵3万で攻め寄せます。はい、浅野が駿府城攻めを承諾しましたね。さらに秀頼も重い腰を上げてくれない。秀頼は徳川とまだ真っ向対決する意思はなさそうですね。甲府城から浅野の兵が出陣するのを確認してから、小田原攻めを始めたいですけどね。まだ動く気配がない。ここは動くのを見てからでも遅くはない。浅野が動く気配がないですが、ここは出陣しましょう。まあ、本来だったら浅野の兵が駿府に攻め込んだのを見てからですね、確実に、まあ、攻略を進める方が確率がより高い戦い方になるかなと思うんですけども、浅野がいつ動くかっていう、まあ、そのプレッシャーをかけてもなかなか動く気合がない、まあ、そういう状態になってしまっていますので、ここはですね、もう出陣を行っていきます。兵3万で攻めましょう。小田原城1万の兵がこもってます。駿府から援軍が出てくる可能性があるというのはね、頭に入れておきます。さあ、3万を超える軍勢で今小田原城を包囲しつつあるという状況ですね。ただもともと構想していた甲府城、浅野長政が駿府を攻める、まあ、これが叶わない以上ですね、駿府から5詰め1万7000が来る可能性は頭に入れておきましょう。では小田原城攻略戦です。江戸城には兵2000を残している状態ですね。ここに結城城から3万の兵が攻め込まれるとかなり厳しいですが、それを防ぐために関東の黒人衆は味方につけてありますので、かつね、北から佐竹も睨みを利かせてもらっているという状態です。これでなんとか逃げ切りましょう。我が計略なかなか破れるかな。小田原城から福島正則が出てきてますね。小田原城にこもる敵の武将ですけども、今川氏真で、が入ってますね。あとは裏草井、板部岡、高節祭なんかもいますね。高節祭はどうだ、知略高いですね。戦法、計略系の戦法は跳ね返される可能性があります。ただ戦闘向けの武将はいないですね。福島正則は今撃破しましたので戦える武将はいない。このまま
小詰めが来なければ落とせるかもしれないですね。で、東北の方はですね、なんと我々が同盟を結んでいる伊達と相馬が争いを始めてますね。これ状況を見ると相馬有利のようにも見えますが、国力規模で見ると相馬が総兵力12,000、一方伊達が総兵力30,000超えということで、まあ、伊達の方が国力は上ですね。久能平城に12,000入れてるんだな、政宗自ら。だからこの岩出山城が少々押されてるっていう状態ですね。まあ、でも防衛は多分するでしょう。まあ、ここはどちらの味方もせずと決め込んでいきます。お味方が城内に突入しました。さあ、小田原城の耐久全部ようやく削りました。これで直接兵力を削れますね。福島正則が再び出てきて城外で交戦中。まあ、ここは同士討ちを逆に打つ絶好のチャンスなので、城兵と正則隊両方一気に削りましょう。思い知ればよい。本当同士討ち優秀ですよね。さらに槍突撃をかまして小田原城の兵力を2000まで削りました。駿府城からは五詰めの部隊はやってきませんね。これで小田原城攻略できると思います。最後は影勝の槍車で小田原城攻略。敵将もことごとく捕獲しました。早速敵捕らえた武将たち処遇確認しましょうか。氏真、浦草、高節祭もいますね。直政もいる。いい直政は大きいだ。まずは一応ね、使える気がないかという交渉はします。誰もいないだ。この中で解放すると困るのがこのいい直政。統率100超え、まあ、徳川四天王の一人ですよね。まあ、この直政に関してはもう速攻で処刑しましょう。あ、ワケベがいるな。ワケベは利家のね、まあ元上司というか、まあ、能力的にはご覧のようにまあ微妙ですけどね。まあ武将の数欲しいので浪人の二人は共に登用します。で、見せしめと言わんばかりに直政は処刑します。さらに裏臭いも影勝自ら口説けば仕官してくれそうですね。裏臭い雇いましょう。武将の数は今一人でも欲しい。裏臭いが仕官してくれました。駿府城を今ちょっと俯瞰的に見てるんですけど、ここ金山が2つもあるんですね。ドル箱になってますね。徳川家にとっても重要な金蔵になったりそうなので、やっぱり駿府城はサクッと取りたいですね。で、西軍諸将石田三成隊含め島左近などはですね、今高山城攻略中ですね。まあ、順調に徳川包囲網が機能しつつあるというところだと思います。まあ、この合戦構想が決まってればきっと史実でもね、違う展開あったんじゃないかなっていうね、思いはありますけどね。やっぱり上杉が攻めて最上としっかり結んでおいければ、最上をね、備えとして残して影勝上杉本体30,000〜50,000とも言われる軍勢を関東に乱入させればね、ちょっと違う展開があったんじゃないかなって本当にね思いますけどね。ここはせめてゲーム上だけでもイフの展開を楽しみましょう。甲府城から長政が全然駿府を攻める気配がないですね。駿府城に五詰めが来るとしたらどうだろう。この山田長政隊が上田城に6000の兵を今輸送中。上田城は70,000の兵になってますね。城主は東堂高虎が務めているようです。我々の最前線春日山城、ここには兵30,000。
上田城の7万がどう動くかで変わりますね。仮にこの7万が岩村城を強襲したらすぐ落ちてねしまいそうな感じがしますけど、まあ、順調に徳川を懲らしめつつある状況なんですけども、やっぱりこれ豊臣がね自ら徳川征伐をこう高らかに宣言して兵を出してくれるとすごく盛り上がるっていう、そういう局面になってますので、これ桐山御所攻略、最上義明豊臣家に派遣したら応じてくれるやもしれませんので、ここ確認しましょうか。亀山城に兵6万が入ってますね。桐山御所には兵4万、まあ、これそのままぶつかると多分ちょっと厳しいのかな。機内の方逆に手薄ですね。豊臣は今どこに兵力をね割いてるのかっていうのはちょっと確認しましょうか。豊臣のまず総兵力ですが35万、一方徳川はすでに衰退始めていて25万ですね。我々上杉ですが12万、まあそれでもまだ徳川の半分っていうね、兵力です。まあただ我々が今相対しているのは上田城、そして駿府城、この2つだけなので、兵力をそこに集中すれば十分に防衛できるかな。豊臣はどこに兵力を割いてるんでしょうね。だいぶ多い35万という兵力なんですけど、この35万がどこに、九州に展開してるんですね。石田の兵力は8万、まあ、この8万だけで徳川内府25万に挑むのはやっぱり厳しいよね。まあそういう意味ではやっぱり高山城の攻略がね、うまくいくかどうかというところだったと思うんですけども、高山城の攻略は失敗してますね。うん、違う、成功している。やるな。これで三成が高山城を手に入れたということになると、徳川としては、まあ、九州に一個飛び地というかね残してますけど、まあ、関東と有機城、さらに房総に二つの城、これ東海道を西に進んで攻め入れば早い段階で徳川決着できるかもしれないですね。では今回はねここまでさせていただいて、次回ですね駿府城、さらに東海道を西へと進んでいきたいと思います。